柳さん、とんでもない状態で発見される。もう、終わりや。現在の柳さん、ロッテ打線に対し、5回4失点という成績でマウンドを降りた柳さん。打線から援護点をもらい、先制した一方直後にポランコから被弾。後続にも打たれて KO となった。柳は記者団へのコメントで、今日は何もないです。次、頑張ります、とだけ言い残した。ファンが期待してたのに、この成績か。FA とか、選手会長の重圧が彼を苦しめてるのか？重圧に耐えられなかったらエースじゃない。1点援護をもらうたびに2点吐き出してる。梅津もメヒアもダメなのに、柳までダメだともう収拾がつかない。なんとかなると祈るだけ。正味、援護ほぼゼロに近い小笠原は、同情できる。今年の柳は結構先制してもらってるからな。高卒はすぐ怪我をして、大卒も安定感のない投球をしてる。普通にスカウトの問題やろ。エースで選手会長って、大変な役割なんやろな。守備で足を引っ張られてる部分もあるけどね。投手陣崩壊なんやろな。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。